UFO 目撃情報やエリア51で知られるネバダ州レーチェルの修道375号線脇にある道路標識を模した看板。ハイウェイハイウェイゴシックの代わりにウェストミンスターが使われている。ウェストミンスターは印刷及び画面表示用の書体の一つ。小切手に印刷されていた機械読み取り用の数字書体に触発されてレオマグスがデザインした。 マックスは1960年代、ロンドンのコベントガーデンにあった、ヘーゼルさんのデザイン事務所で働いていたとき、雑誌、ザ・フレンズ・オブ・コベントガーデン・オペラ・ハウスの記事、アバウト・ザ・ハウスのために、未来的なスタイルのタイトルをデザインするよう命じられた。彼は、銀行の小切手で使用されていた、ミッカー・システム E-13B の独特な書体に、着想を得て、タイトルを完成させ、 その後アルファベットの残りの文字についても、ジルサンズ書体を参考にしながら、余暇を利用してデザインし、完成にこぎつけた。彼が参考にしたミッカー E-13 ビリフォントは、ごく初期の自動文字認識装置のために、磁気リーダーによる読み取りが可能なように設計されたもので、ある。一部が太くなった独特な書体は、磁性体を添加したインクで印刷された文字を磁気ヘッドによって読み取ることで、 これらのパターンが、コンピューターの例、1のビットパターンに直接マッピングされる単純な仕組みであった。これにより、先進的な OCR の実用化を待たずして、単純な仕組みで文字を機械で読むことが可能となったが、読み取れる文字の種類は制限されており、E-13B ではわずか14種類、数字と一部の制御コードを読み取れるに過ぎなかった。デザイン構想にてはいるものの、 ウエストミンスターのような英数字フルセットの書体を同様の仕組みでは読み取ることはできない。ウエストミンスターは機械読み取り用の書体ではなく、あくまでもデザインに着想を得て作られた書体である。マックスが完成させた作品は A レトラセット社に持ち込まれたが、それを商業的に制作することを決めたのは、フォートスクリプト社の創設者、ロバート・ノートンである。後に、 ノートンを雇用したマイクロソフトによると、このフォントは、その制作にあたり、A、ウェストミンスターバンクリミテッド社から資金援助を受けており、その名前を取ってノートンが命名したとされる。もともとコンピューターで使用されていた書体を元にした、未来的なデザインを示すための書体であり、特に1960年代後半から1970年代中頃に、かけてはコンピューターの関与する、 世界観を示すために、テレビ、映画、書籍、漫画などで頻繁に使用された。ノートンのマイクロソフト遺跡後、ウェストミンスター本ともマイクロソフトのソフトウェア製品群に組み込まれた。名鉄教商コンピュータビル日本においても1970年代から1980年代初頭に、かけてウェストミンスターやその類似の書体がコンピューター関連分野で多用された。 企業のロゴなどに利用された例もあるほか、もともとウェストミンスター所帯が持っていない金文字についても類似のデザインで作成され、コンピューター関連書籍の大事や銀行オンラインシステムの案内看板などで使用された。ありがとうございます。